ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回は戦国最強の10人の男たち、真田重勇士を紹介するぜ。真田重勇士ってのは、真田幸村関連？そうそう、彼に使える強者たちのことだ。幸村は強いイメージあるけど、部下もそんなに強いの？ああ、めちゃくちゃ強いし個性的で、歴史ファンからの人気も高いぜ。マジか。各勇士の概要や伝説、強さなんかを詳しく語っていくから。ぜひ一緒に最後まで見ましょう。それじゃあ、ゆっくりしていってね。真田重勇士とは、戦国時代末期から江戸時代初期にかけて活躍したとされる、真田幸村配下の10人の武士たちのことだ。彼らは幸村の下で数々の戦いに挑み、その勇敢さで知られているんだぜ。はい。実は重勇士のメンバーは、ほとんどが創作された架空の人物なんだ。え？昔の人が考えたオリキャラってこと？すべてではなく、一応実在の人物がモデルになっている武将もいるぜ。例えばサルトビサスケや三好正解入道などが、それに当たるぜ。聞いたことある名前だわ。江戸時代に書かれた真田三代記に真田幸村の家臣として数名が登場し、真田重勇士の原型が作られたんだ。その後明治、大正時代に刊行された立川文庫にて真田重勇士という表現が、初めて用いられ、今の形になったんだぜ。かなり歴史があるのね。なんでそんなに人気が続いているの？それは真田重勇士が持つ勇気、友情や彼が困難を打ち破る痛快劇が、人々の心を捉えたんだと思われるぜ。ジャンプの三大原則ね。それは友情、勝利、努力だろ。真田幸村自身が人気があるのも、真田重勇士がここまで広まった要因だろうな。ふーん、まさか真田幸村も実在しないなんて、言わないわよね。さすがに実在はした、ただ真田幸村という名前で知られているが、本名は真田信繁で、本人は真田幸村と名乗ったことはないらしいぞ。え、そうなの？ああ、彼の没後に書かれた難波戦記などの軍記物で真田幸村という書かれ方をしたため、それが定着したんだ。真田幸村って名前で有名だから、意外すぎるわ。幸村のことをもっと教えてほしいわ。わかったぜ。幸村は信濃国かっこ現在の長野県、の豪族で、武田信玄の家臣だった。真田昌幸の次男として生まれたんだ。真田家は非常に武勇に優れ、有能と名高い武田24将に、真田一族の中から複数名が選ばれているという快挙を成し遂げているんだ。サイヤ人みたいな戦闘民族ね。真田幸村は幼少期や青年期の頃の資料がなく、生まれた年代も不明で謎に包まれている。それなのにめちゃくちゃ有名よね。それは彼の晩年の功績によるものだろう。そんなに活躍したの？ああ、大阪冬の陣では、真田丸と呼ばれる砦を築いて徳川勢の猛攻を撃退した。そして大阪夏の陣では自分が8000人に対し徳川軍が倍の1万5000人いたのにもかかわらず、徳川家康が自害を覚悟したほどに追い詰めたんだ。すごいわね、そういうの燃える展開ね。だが家康を討ち取ることはできず、最後には力尽きて生涯を閉じたんだ。そういった彼の生き様が創作物で書かれるようになり、真田幸村は国民的英雄として語られるようになった。特に逆境を跳ねのける力強い様子が、人々の心に響いたんだろうな。そんな真田幸村に仕えていた重勇士も、やっぱりすごかったんでしょうね。そうだな。じゃあ前置きも終わったし、早速重勇士を一人ずつ解説していくぞ。よろしくお願いするわ。一人目はサルトビサスケだぜ。イカサスケと呼ぶぜ。サスケー。それはナルトのサスケだ。サスケは日本の戦国時代末期から江戸時代初期にかけて活躍したとされる伝説の忍者だ。立川文庫で創作された架空の人物という説が有力だが、実在の人物をモデルにしていると言われている。また、サルトビサスケという名前は西遊記の孫悟空をイメージして付けたらしい。へえ、そうなんだ。彼は信濃の鳥居峠のふもとに住む鷲尾大夫の息子として生まれ、山中で出会った甲賀流忍術の仙人戸沢白雲斎に師事して、忍術修行に励んだとされている。白雲斎っていかにもって感じの名前ね。その後鳥居峠を訪れた幸村にその才を見出され、家来となったんだ。サスケは超人的な身体能力と忍術を使い、どんな強敵でも惑わすことができたんだ。どんな能力を持っていたの？壁や水の上を走ったり、手で縁を結べば姿を消すなどだ。すっご、まさに忍者ね。その能力を使って戦いでは敵を撹乱させ、戦況を有利にさせる役目を担っていた。また、徳川軍の城に忍び込んで諜報活動を行うなど密偵としても活躍していたんだ。個人的な活躍としては、女性や子供などを助けたり盗賊を懲らしめたりもしている。他には石川五右衛門と忍術対決もしたそうだ。それは凄そうな対決ね。そういった正義感や勇気、主に対する忠誠心が民衆の心を捉えて人気となっているわけだな。サスケは最後どうなったの？大阪夏の陣で奮闘するも、最後は幸村と共に果てたと言われている。最後まで主君と共にしたのね。二人目は霧隠れ才蔵だぜ。服部才蔵という名前でも呼ばれているな。イカ才蔵と呼ぶぜ。
この人も忍者の名前でよく聞くわね。ああ、獣勇士の中でもサルトビサスケとキリガクレサイゾウは良きライバルであり名コンビで、二人が揃えばどんな大群でも惑わすことができたと言われている。忍者コンビか、ナルトとサスケっぽいわね。サイゾウも架空の人物で、真田三大記に登場する雪村の家臣キリガクレカエモンを元にしてるらしい。彼は浅井長政に仕えた侍大将、キリガクレ団長サイモンの意地とされていて、浅井家が滅亡した後、伊賀に浪士伊賀忍者の頭領桃地三太夫に指示して、忍術の極意を授かったんだ。サスケは甲賀だったけど、サイゾウは伊賀なのね。そうだぜ。その後姫路付近の山中で山賊歌謡をしていたところ、サスケと出会い忍術勝負を繰り広げたんだ。勝負の結果がつかず二人はお互いを認め合い、サイゾウは雪村の配下となったんだ。喧嘩をして仲良くなる、昭和の不良的な展開ね。サイゾウは大阪夏の陣では伝行のごとき働きをして、徳川軍を大いに悩ませた。そして城に忍び込み、徳川家康を暗殺しようとするが失敗した。しかし雪村の命で、豊臣秀頼を落城する大阪城から救い出す大活躍を見せたんだ。暗殺には失敗しちゃったのね。でもその失敗が、彼の人間味を感じさせる部分でもあるんだよな。真田獣勇士の中でも、サスケに次いで人気があるんだ。確かに、ゲームとか漫画でも二人セットで出てくることが多いわね。芝陽太郎の風上の門では主人公を務め、サスケ率いる甲賀忍び軍や謎の技を駆使する風魔忍び軍。そして、伝説の忍者獅子王院との忍術合戦が描かれているぜ。読んだことないけど面白そうね。今でも人気のある作品だから、ぜひ一度読んでみるといいぜ。三人目は三好正解入道だぜ。以下正解と呼ぶぜ。正解は雪村に仕えた豪傑で、出羽の国亀田（現在の山形県と秋田県）の領主出身だ。真田家とは桃園の親戚にあたり、弟の三好伊佐入道と共に仕官したと言われている。領主の出身って珍しいわね。正解は獣勇士の中では高齢であったが、身長2メートル近い巨漢で怪力の持ち主だった。その曲と人間離れした力を使い、数々の武勇を立てているんだぜ。例えばどんなの？立川文庫ではサスケらと武者修行で旅をし、18巻（約 67.5 キロ）の樫の棒を軽々と振り回して、山賊を一網打尽にしたという逸話もあるぜ。ま？ 67 キロって成人男性くらいの重さじゃない。だな。脇の祖父半間雄一郎の、ドレスみたいな感じだったんだろうな。人間振り回せるって、とんでもないわね。とんでもない怪力とは裏腹に、性格はどこか抜けていて、人懐っこい一面もあったんだ。そのギャップが多くの人に愛される理由の一つだな。そんな一面もあるのね。モデルになったのは、実在の戦国武将である三好総衣だ。彼は三好長慶の没後に政権を取り仕切った一人で、織田信長との抗争の末に戦没したとされている。しかし大阪の陣で豊臣方として参戦し、88歳で戦没したという俗説もあるんだ。実在のモデルも強そうね。正解はいろんな作品でパワー系キャラとして取り上げられていて、ブレイブ10では、獣勇士最強の怪力を持つキャラクターとして描かれているんだ。脳筋系僧侶って感じね。4人目は三好伊佐入道だぜ。伊佳伊佐と呼ぶぜ。正解の弟ね。ああ、出羽の国亀田出身の武人で、兄の正解と共に雪村に仕え、薙刀を武器に上田城籠城戦や大阪の陣で活躍したんだ。薙刀使いなのね。伊佐のモデルとなったのは、実在の戦国武将三好伊佐で、兄の正解のモデル三好総衣の実の弟なんだぜ。兄弟でモデルになってるのね。伊佐の情報があまりないため、モデルの三好伊佐の人物像を解説していくぜ。伊佐は細川氏や三好宗家に仕え、反信長戦線の一翼を担っていた。しかし信長に降伏した後は、しばらく歴史の表舞台から姿を消すんだ。え、それでどうなったの？豊臣秀吉が朝鮮に出兵した文禄の役では名古屋城の本丸番衆の一人として名が確認できるんだ。豊臣秀吉に仕えてたの？そして豊臣秀吉が亡くなった後は、なんと真田家ではなく徳川家康に仕えるようになったんだぜ。は、徳川家康って、真田家からしたら敵じゃない。ああ、関ヶ原の戦いでは徳川本軍に属し、上田城攻めにも参加している。まさかの敵側だったのね。モデルの三好伊佐は敵側に仕えた経歴があるが、伊佐は兄と共に雪村に最後まで仕えたんだ。ちなみに伊佐の家系はその後も旗本として存続していて、著名な子孫には小説家の三島由紀夫がいるんだぜ。まさかのここで三島由紀夫。五人目は穴山小助だぜ。伊賀小助と呼ぶぜ。ちょっと親しみのある名前ね。小助は武田家の家臣の出身で、武田家滅亡後は父、穴山信光と共に戦場を渡り歩く、傭兵のような仕事をしていたんだ。槍の名手であり、父の後ろから槍を構えて戦に臨んでいたそうだ。小助がいる軍は、不思議と勝ち戦に恵まれたため戦場の守り神と言われたんだ。また博打で生計を立てていたこともあり、博才もなかなかのものだったぜ。戦も強くて博打が上手い傭兵って、かっこいいキャラの代表ね。彼の活躍は雪村の耳にも入り、家臣としてスカウトされたわけだな。小助は獣勇士では雪村のお供や漢方医として諸国の動向を探るなど、
多彩な才能を発揮していたんだぜ。漢方医もしていたの？有能すぎでしょ。さらに小助は、重粒子の中でも特に重要な任務についていたんだ。気になるわね。小助は雪村と体つきや要望が似ていて、年頃も一緒だったから、戦場で雪村を守るために影武者を務めたんだ。え、影武者？大阪夏の陣では、小助、我こそは真田左衛門さ雪村なるぞ。と大声で叫びながら徳川の兵士たちを次々と討ち取ったそうだ。影武者しながら敵も討ち取るなんて、頼もしい限りね。戦闘、医療、変装など何でもこなす重粒子ってのオールマイティキャラだな。6人目はゆりかまのすけだぜ。いかかまのすけと呼ぶぜ。かまのすけは1573年頃に生まれたとされていて、実在の人物か架空の人物かは諸説あるが、大阪夏陣図に名前が確認できるから実在の可能性が高いんだ。へえ、実在していたのね。かまのすけは鎖鎌と槍の達人として知られていて、もともとは三河の野田城主、菅沼新八郎の家来で、静ヶ岳の戦いでは雪村の命を何度も狙う敵として登場したんだ。だけど小助との一騎打ちに負けて捕まったんだ。しかし雪村は、散々命を狙ってきた鎌之助を許し逃がしたんだ。命を狙った相手を許すってすごいわね。雪村の器の大きさが伺えるわ。鎌之助も雪村の器の大きさに惚れ、その後家臣として使えるようになったんだぜ。結構戦いを経て仲間になった人が多いのね。武士というのは、自分より優れたものに使いたいものだからな。鎖鎌使いっていうのも珍しいわよね。鎖鎌は相手を引き寄せたり、武器を奪ったりするのに使われるんだ。鎌之助はその扱いに長けていて、槍術も一流だった。雪村が九度山に流された後は江戸で槍の道場を開いて、徳川家康の動向を探っていたんだぜ。道場を開けるほどの腕前だったのね。大阪の冬の陣と夏の陣にも参加して、小助や三好兄弟らと共に大活躍したんだ。もともと敵だったけど、戦いを経て頼もしい仲間になる少年漫画の王道パターンね。まったくだな。7人目は筧十三だぜ。以下十三と呼ぶぜ。十三は豊臣派閥である、八須掛の家臣だったんだけど、大阪城内で出会った雪村に心を惹かれたため、志願して家臣になったんだぜ。種子島銃を使う鉄砲の名手で、重粒子の中でも異色の存在なんだぜ。ガンナーなのね。十三のモデルは、実際に雪村に仕えていた故障の筧十兵衛だと言われている。へえ、実在していたんだ。筧十兵衛の父親も真田家に仕えていて、彼の父親は名もない足軽だったが、敵の包囲を抜けて城門を丸太で突き破るという優れた武勇を評価されて、家来持ちの武将に出世したんだ。なかなか豪快な父親ね。筧十兵衛自身も鉄砲の腕前はかなりのもので、真田幸村からの信頼も厚く、最古参の家臣の一人として活躍したんだ。モデルの人も銃の名手だったのね。十三は鎌之助と共に諸国を回り情報収集したり、大阪冬の陣や夏の陣では、鉄砲隊を率いて大活躍をして徳川軍を大いに苦しめたんだぜ。パーティーに一人は欲しい人材ね。8人目は雲野六郎だぜ。以下六郎と呼ぶぜ。六郎は信濃の名族、雲野家の出身で真田重粒子の中でも最古参の武士なんだぜ。頭脳明晰で、雪村の右腕であり参謀として活躍した人物だぜ。頭脳系キャラね。重粒子の中でも実在のモデルが一番明確なのが六郎と言えるだろう。真田家に仕えていた同盟の家臣である雲野六郎、または雲野六郎兵衛がモデルだぜ。同姓同名なら、間違いないわね。雲野家はもともと真田家の本家にあたる家系になるんだ。だから、六郎が雪村の主であっても不思議ではないんだ。そうなんだ。なのに、主従関係は逆なのね。まあ力こそが全ての戦国時代だからな。雲野家より真田家の方が力を持っていたということだな。六郎と雪村は幼馴染で、六郎は幼い頃から雪村に付き従っていたんだ。そして最後まで雪村を支えた、まさに中心と言える存在だな。それだけ深い絆で結ばれていたのね。そうだぜ。六郎の父と兄が謀反の疑いで自害した後は、雪村の父である正幸に引き取られて、雪村と共に育ったんだ。雪村にとっては兄弟のような存在だったんだろうな。大事な兄弟であり頼れる参謀か、BL のネタにできそうね。そっちの方向に持っていくんじゃない。六郎は大阪夏の陣では、徳川勢に浅野家が裏切ったというデマ情報を流し、それを真に受けた徳川軍は大いに混乱したんだ。まさに頭脳系ならではの戦い方ね。重粒子の中でも最も雪村と深い絆で結ばれ、その頭脳を使って生涯主君をサポートした。名参謀というわけだな。9人目は根津陣八だぜ。以下陣八と呼ぶぜ。俳優に同じ名前の人がいたわね。その人も根津陣八から芸名をつけたんだぜ。へえ、知らなかったわ。陣八は大和絵師だった父親と共に旅に出たが、旅の途中で父親が亡くなってしまい、海賊に転身して狩猟まで上り詰めたんだ。海賊だったのね。そこからどうやって雪村と知り合ったの？雪村が秀吉の命で当時最強の水軍だった久喜水軍の情報を探りに熊野灘を訪れた際、陣八と巡り合ったんだ。そこでどういうやり取りがあったかは不明だが、陣八は雪村に仕えることとなったんだ。
どういうやりとりがあったのか気になるわね。おそらく他の重粒子と同じように、雪村の器量に惚れて使えるようになったと思われるぜ。それほど雪村には人としての魅力があったのね。だな、陣八は穴山小助と共に関ヶ原や大阪の冬の陣、夏の陣にて活躍し、雪村の影武者としても戦ったんだ。こいつも影武者か。陣八のモデルは、雪村の家臣である実在の武将根津五六がモデルとされているんだ。それはどんな人物なの？六郎と一緒で昔から真田家に仕えていた根津家の出身だ。陣八と違って最初から海賊だったわけではないが、浮き水軍の情報を探るために海賊になり、狩猟まで上り詰めたという点は共通しているな。調査で狩猟にまでなっちゃうって、さらっととんでもないことしてるわね。その後は海賊での経験を生かして重粒子でただ一人の海の専門家となり、さらに吹き矢を得意とした根五郎衆を率いて海上を縦横無尽に戦ったと言われている。海上戦の専門なのね、これまた頼もしそうだわ。大阪夏の陣では雪村の影武者としてだけではなく、飛龍軍という突撃部隊も指揮して、大いに奮闘したんだぜ。名前だけで十分強そうだわ。最後の10人目は望月六郎だぜ。運の六郎と被るから、望月といか呼ぶぜ。六郎が二人もいるのね。昔の子供の名前は生まれた順番に一郎、二郎、三郎とか結構適当だったからな。名前が被ることは、しょっちゅうだったんじゃないかな。望月は重野三家と呼ばれる望月家の出身だ。重野三家？半藤さんを中心とした修験者を統括する新人の集団で、望月家の他に運の家や根津家などが入っているぜ。望月家は甲賀流の常任家の一つで、修験者を情報網の中心にして、情報収集にも当たらせていたんだ。ということは、望月も忍者だったの？その通りだ。望月は火薬や爆薬など秘術に秀でていたとされているぜ。カトン系忍者ね。そうだぜ。主に戦では大筒や地雷化を使って敵を翻弄する役割をしていて、その他にも情報活動を行い雪村をサポートしたんだ。大阪夏の陣では、陣八らと共に雪村の七人の影武者として大活躍したんだ。情報活動に爆薬に影武者、いかにも忍者らしい活躍ね。で、これで全員紹介し終えたわね。ここからは、真田重粒子が最後どうなったのかを個別に解説していくぜ。最初は雪村からだ。雪村は大阪夏の陣で、徳川家康が二度も自害を覚悟するまで追い詰めた。徳川軍に裏切り者が出たとデマ情報が出回り、混乱しているところに鉄砲隊で攻め、本陣は大混乱だったんだ。そこまで追い詰めたのに、勝てなかったの？ああ、雪村は家康のすぐ近くまで攻め入り、もう一歩のところで徳川の援軍が合流したため、雪村は敗走したんだ。最後は現在も大阪四天王寺区大阪にある安井神社で休憩をとっていたところを敵に見つかり、抵抗することもなく討ち取られ49歳でその生涯に幕を閉じたぜ。潔い最後だったのね。雪村は大阪夏の陣の直前、姉の夫である小山田重政に、雪村、私のことなどは、この世にあるものとは思いにならないでください。という旨の手紙を送っている。どういう意味かしら？おそらく雪村は、最初から玉砕覚悟で大阪夏の陣に出兵したのだろう。最後に一花咲かせるつもりだったのかもしれないな。雪村らしいわね。ちなみに大阪夏の陣を生き延びて、薩摩に落ち延びたという説もあるんだ。え、そうなの？ああ、実際に鹿児島県南九州市には雪村の墓が建てられているんだ。どっちが本当なんだろう？まあ歴史の謎として、そのままにしておくのも一つの楽しみ方だな。次はサルトビサスケだな。サスケは大阪夏の陣で討ち取られたとも言われているが、生き残ったというエピソードの方が多いぜ。また、雪村と共に薩摩に落ち延びたという説もあるぜ。華々しい最後もいいけれど、生き延びてほしいわね。次は霧隠れ才蔵。基本的には大阪夏の陣で討ち取られたことになっているが、一方で豊臣秀頼を救出し生き延びたというエピソードも残っている。才蔵ならうまいこと逃げてくれそうね。次は三好正解入道。正解は性格と同じで豪快な才蔵を遂げ、大阪夏の陣で大軍相手に大暴れした後、自害して華々しく散ったとされている。さすがね。三好伊佐入道も兄と同じく豪快な才蔵で、自世の句を大声で言いながら切腹したんだ。兄弟揃ってすごいわね。次は穴山小助だ。雪村の影武者として大阪夏の陣で活躍した小助は、小助俺が雪村だ、討ち取ってみろ。と叫びながら大奮闘し、最後は敵に討ち取られたそうだ。最後まで務めを果たしたのね。続いてゆりかまの助と加計十三。この二人はサスケや雪村と共に、薩摩に落ち延びたという説が有力だな。次は運の六郎。大阪夏の陣で討ち取られたとも言われているが、薩摩に落ち延びたという説もある。頭脳派だから、簡単に捕まらなさそうね。根津陣八と望月六郎は、小助と同様雪村の影武者として働き、最後は討ち取られたと言われているんだ。不明な者もいるが、大阪夏の陣で重粒子の半分以上は、命を落としたことになっていて実質この戦いで重粒子は壊滅したということだな。これだけ有能な人物が揃っていても、徳川軍にはかなわなかったのね。それだけ徳川軍の戦力が圧倒的だったんだ。
しかし2倍以上の戦力差をものともせず、家康をもう少しのところまで追い詰めた重雄氏は、間違いなく歴史の中でも最強クラスの集団だろう。ご視聴ありがとうございました。